どうも、あえちゃんです。上手が一体出たっていうことで、レベル80固定で、どんな感じかっていうのはね、見ていきたいなと思うんですけれども、結構ね、特性が面白いんですよね。ダイヤモンド状態になっていれば、ダメージカットがついてたり、吹っ飛ばしにならずダウンになったりするとか、結構強いなと思います。で、一応ね、カウンターも成功すると、16秒間も、付与もするって結構それも強いですよね。どんな感じか見ていきましょう。では、やっていきたいなと思います。ということで、とりあえずディフェンダーらしい動きをしていきましょうということで、ここからね、通常攻撃がどれくらい早いかっていうのまだ分かってないんで、通常攻撃、あんま好きじゃない。重いな。結構重くないこれ。いや、結構重い感じがするな。スキル1がブリリンタンクだっけ？ブリリンタンクじゃねえ、ブリリンアタックか？ここで回避成功してからの、ドーンと。いいね、この吹っ飛ばし好きだわ。で、カウンターもね、好きなんで、カウント1回しようか。これよ、この状態。この状態は、マジで強いみたいなんで、やばいよね、この状態になってるのは防御カチカチなんで、ダメージ食らっても大丈夫でしょ。ほら、全然効いてない。マジでえぐい。で、結構硬いね。で、ここで、ドーンと。やばいくね？これ結構硬いね。これ何もないって状態だったら結構ダメージ入るんじゃないかな。で、結構入るね。あ、入る。やべやべ。一旦これ、オッケー。このモードになっちまえばね。このモードになっちまえば、だいぶ守れるよっていうところが強い。ここでカウンターでね、回復もできると。強いわ。回復ができるのがまず強みね。で、これ、旗の抜いてる時も、吹っ飛ばしがついてるね、スキル値が。アタックすれば、吹っ飛ぶんで、これもまた強いところなんですよね。で、このまま旗取っていきましょう。俺に攻撃してくるんじゃねえよ、という。一旦守れないもの守らないんで、ここで、いや、一旦下がって、やべ！こうて持った。頼む。ナイス！このほどけ？いいね。はい、ここで、俺の、イエーイと、強いわ。普通に単純に強い。やべ、結構想像以上に、声強すぎるわ。ほら、全然効いてない。ドフィーの攻撃も全然痛くないっていうね。ね、これマジでいいわ。どんどん攻撃して。攻撃するたんびに、俺に、付与されるんだよね、ダイヤモンド。攻撃来いよ。ダイヤモンドになってくれ。早く、ダイヤモンドになってくれ。ダイヤモンドになればなるほど、俺は輝くんでね。君は突進ですよ、と。強いわ。楽しいしね。はい、鉄壁。オーケー！鉄壁強すぎ。はい。全然痛くない。来い。で、スキル値もすぐ溜まると。これ回転率もいいしね、スキルの。やっぱ回転率もいいと、楽しいね。普通に考えたら。で、とりあえずここで、俺のブリアタックと。で、ここでカウンター。うい、ドーンと。この状態が強い。もうこの状態がマジでめちゃくちゃ強いんで、敵来いよ、マジで。全然死なない。耐久マジで壁。やばい。普通に耐久面、えぐいわ。ここで、ドーンと。やば。耐久面がえぐすぎるね。普通に考えてやばいわ。はい、盾。最後はね、使用感だけやって終わりにしようかなと思います。通常がこんな感じで、結構ね、通常は、思ってるほど早いって感じはしないですね。けど、普通に対面する分にはまだ問題もないと思うんですけど、スキル値が楽しいですね。これ、ドーンって意外と早いんですよ。意外と。で、この、カチカチがマジでやばいから、うーんってやってね、このダイヤモンドがかっこいい。誰にも聞かない。このカチカチ具合ね。見て、このカチカチがやばいんですよ。カチカチすぎる。皆さんもね、ぜひ、上手おすすめしたいと思うんで、引いてみてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録と高評価、コメントお待ちしております。またなー。